こんにちは、花里山さん。動画の方ね、お疲れ様でございました。アンチの回はね、一応一旦終わりということになりますけども、どうですかね、アンチの方って根性ないでしょ。去っていくでしょ、すぐにね。多分ね、1週間も続かないんですよ。まあ頑張って続いても1ヶ月ですね。でもファンの方は長いんですよ。まあ、私がね、ネットビジネスを始めて情報発信して一番長いファンって、私のネットビジネス情報発信人生とイコールなんですよ。まあつまり私が始めた時からずっと言ってくれる人もいるんですよね。もちろんファン歴2年3年5年って方もいらっしゃいますけども、マックスで8年とかね、9年って方もいらっしゃるんですよね。だから私たちが目を向けるべきなのは、コメントに返信すべきなのはアンチの方ではなくてね、ファンの方に対して優先的にお答えするべきなんだろうなと思います。まあ、なんとか足を引っ張ろうとしてる人に足を差し出して、どうぞ足を引っ張ってくださいってやってる暇はないですからね。それからこういうことも言います。2本の腕で戦うよりも2本の足で逃げろということですよね。まあ別にそのアンチに対して逃げるわけではないですけども、ただ自分のやることを一生懸命やればいいのかなと。 YouTube 活動で変なコメントがつくようだったら、コメントをつけるのがね、追いつかないぐらい、これ動画のアップロードすればいいかなということなんですよね。だからね、この発想なんですよね。アンチの方ってのはアップロードする動画どんどんついてくるかもしれません。その動画を一本一本吟味して上げ足を取るようなことを最初書いてるかもしれませんけども、それもね、動画アップロードの本数が遅ければできるんですよ。でも1日に50本とか動画アップロードすると、もうね、動画見るのもコメント書くのも追いつかないんで、俺何やってんだみたいな感じになって、もともと根性ないですからね、去っていくんですよね。まあそれからこれ重ねてになるかもしれませんけども、アンチの方のコメントっていうのはちょっとね、知的レベルが低いというかね、前花井レモンさんが言われてたように、あんまり賢くないんですよ。だから余計に表現力がなくてもどかしくって、何回も何回も書いていくんですよね。でいわゆるアンチコメントって全くのコピペで誰かが言ったことを持ってきて書いてるんですよね。つまりここで何が言うかっていうと、人を傷つけられる時ってもうすでに誰かが誰かを傷つけた言葉を持ってきてそれを使ってるんですよね。だから賢いアンチって自分で編み出した言葉で本当に反応せざるを得ないようなね、そんなことを書いてきますけども、まあそういうのはいないですね。あれでしょ、なんかせいぜいなんか左翼だとかね、なんかこう詐欺だとかね言うぐらいですよ。詐欺だとか言って面白いですね。だから賢いアンチってのにまた出会えるといいんですけども、なかなかそうはいかないですよね。でこの前も書かれてたんですけども、やっぱね、相場解説とかね、花嫁さんもしてるでしょ、暗号通貨とかね。でああいうことをやってると、なんかコメントに、こんないい加減なことを書いていいんですかとかね。まあそもそも投資の予測なんてみんないい加減ですよね。合ってる人いないわけですよ。でいろいろ言うと結果的にそう言えなくもないよなみたいなことをこじつけて、ほらね、私はこう言ってたでしょみたいなね、占い師みたいなもんですよね、これはね。だからそういうふうないろんな考え方を楽しむっていうのが相場解説の醍醐味ですからね。そもそも人の相場解説が正しいか正しくないかってことが分かる人は見に来ないですよね。で自分で分かるわけですから。分かんないからあっちこっち見に行って、おお、なるほど、こういう相場解説か、なるほどなるほどって感じで見るわけですよね。である人は自分の気に入った相場解説になってないから、嘘を言うなとかね、リップル暴落とか言うなとかね、リップルはこれから値段が上がるんだとかね、そういうふうな形になるんじゃないですかね。で視聴者さんに誤解を与えますよみたいな言葉も結局コピーペーストで持ってくるんですよ、ね、視聴者さんに誤解を与えますよと。でその視聴者さんに聞き取りアンケートでもしたんですかね。それから視聴者さんってそんなバカじゃないですよね。自分で考えますからね。だから YouTube で聞いたことを鵜呑みにしてその通りにやる人って、まあ、いないんですよ。だからアンチコメントを書く人は全てが的外れということです。まあ、結局今回もアンチコメントのことについて話してしまいましたけども、大事にするのはファンの方とかね、
好意的な方でいいんじゃないかなと思うんですよ。だから敵対する人とかそういったケチをつけてくる人っていうのはどんどん縁を切っていってね、でそうじゃないと、なんとか乗り越えるためにいろんなアイデアを出して励まし合える人とか高め合える人とこのワールドを作っていけばいいのかなっていうところなんですよね。まあ、それでいいんじゃないですかね、まあですんでね、これからもアンチの人に背を向けてファンの人と交流を図っていきたいですよね。そうすると私たちはファンの方々の自分たちがファンになるみたいな、そんな関係ですかね、やっぱりね、得するのはね、こう稼いでる人に大事にされるような付き合い方ですよ。自由を手にしてる人に気にしてもらえるような付き合い方ですよね。なぜかね、妬んでたくさんのことを知ってる人とか百戦錬磨の人、勝ち抜いてきた人にケチをつけるとその人から嫌われちゃいますんで、ね、でまああれですよね、お中元のシーズンになりますけども、嫌われてたらお中元も届かないですからね。ああちなみに私ね、適当に送ってますからね、あのお中元行かない人の方が大半ですから、1000人以上もいますんで全員には送れませんので、で送ってきたからといってお返しをするとも限らないんですよ。もう気まぐれというかね、本当宝くじみたいな送り物の仕方の